かこです。この間りかこのラララジオは日曜日の夜に聞いてくださっている皆様に私間りかこがラララの時間を届けるラジオ番組です。ということで今週もおもちゃでラララのコーナーに行きましょう。今週はこちらです。もう見えてるけど、ででん、かわいい、サウナに入っているしんちゃんの仲間たちです。本当は種類的には園長先生とあとしんちゃんがあったんですけど、ちょっとこの謎メンツがねでもアクション仮面とヒロシも結構欲しいと思ってたんで、あと二人欲しいな、園長先生としんちゃんも。ちょっと見つけたらまたやろうかなと思ってます。このね、さっきも話してたんですけど、この格好でサウナに入るのは結構危険。もう皮膚呼吸できてないからね、これスーツでもね。かわいい。でもなんか最近結構サウナ系のガチャガチャ増えてる気がする。しかもしんちゃんもね結構多いし、ちいかわもサウナグッズあったりするからね、すごいですね。みんなサウナ入ってる。そう、私サウナ好きなんでちょっとこれはねやっちゃいました。皆さんもぜひ見かけたらやってみてください。それでは始めていきましょう。今夜も一緒にラララな時間を過ごしましょうね。間りかこのラララジオ。改めまして、間りかこです。それでは皆さんから届いたメールをご紹介しましょう。ラジオネーム MSN さんからです。間さんこんばんは。毎週楽しく視聴させていただいています。3月25日発売のセカンド写真集の表紙とタイトルが発表されましたね。タイトルは毎日を大事にしている間さんだからこそのタイトルで素敵だなと思いました。タイトルを決める際一択しかなかったとおっしゃられておりましたが、漢字表記で日々とした理由などありますか？もしよかったらタイトルについてのお話が聞けると嬉しいです、とのことです。そうですね、まあなんか割と長崎の街並みとかもレトロで、そんな感じのお写真が多かったので、まあ日本語かな、漢字かなとは思っていて、いろいろなんかネタ系も考えたんですよ。相田さんみんなさ相田さん呼びじゃん。で結構キャッチーで、あ、わかりやすいなとか。でもさすがにちょっと真面目なのにしようと思って、久々にね出させていただいたものですし、そう、日々っていうのはやっぱりこういろんな日々の積み重ねで、まあ簡単に言うとね、日々の積み重ねがあったからこそ、こうまたこうして作品を出すことができたりとか、皆さんにこうお会いできたりとか、やっぱりこう31年生きてきて、まあ、まだまだ全然ですけど、それだけ生きてくるとなんか本当にいろんな出来事がやっぱり、みんなもそうだと思うけど、やっぱりあって、そういうことがあったからこそ今の自分があるというか、なんか全部がいい思い出だな、ひっくるめてよかったな、あんなこともこんなこともみたいな風になんか思えるようになったんですよね、だんだん。なんかこう、なのでそういった小さな幸せだったりとか、いろんな日々を、間りかこの日々をこう詰め込めたらいいなと思ってこのタイトルにしました。なんかこう他にもね、どっかでこうタイトルの由来とか喋る機会あると思いますので、またね改めてお届けできたらいいなと思います。そう、表紙は通常版と Amazon 版をね発表させていただきましたが、表紙候補がいくつかあったんですよ。まあ、通常版はまあこれかなっていうのがあって、Amazon 版は結構悩んだんですよね。だギリギリまで表紙にしたいぐらいいい写真で、最終候補まで残ってたのに表紙にならなかった写真って意外とどこにも使われなかったりするんですよ。もったいねーって思うんだけど、まあなんか、どっかでお見せできたらいいな。多分なんか機会あると思いますので、はい、楽しみにしててください。では続いて、ラジオネームゆうきさんかな、
ありがとうございます。アイルさんこんばんは。初めて送らせていただきます。ユニット甲子園お疲れ様でした。配信で参加させていただきました。初日では頭のベールが取れていましたね。過去あら、ギルキスの瀬取りは2日間とも最高で盛り上がりました。次はアクアのライブでお会いしたいのでよろしくお願いいたします。いや、過去あらじゃないんだよ。本当にマジで焦ったんだよ。そう、あんなことないよ。そう、あ、髪飾りが取れちゃったんです。1曲目の終わりで、ストロベリートラッパーの最後で取れちゃって、ぶら下がっちゃったんですよ、頭から。でもさ、その曲間の暗転の時間も短いの分かってたから、うわどうしようと思って、その一瞬でなんかいろんなことが頭駆け巡ったんですよ。どうしよう、これ多分いずれブルーレイ化とかした時にこれやばくないみたいな、そうそう、なんか映像化した時にこれどうするんだろうとか、なんか本当にうわーってなって、本当に焦ると人ってどうす、何するか分かんないんだよね。横にいるあのアイキャンに、え、どうしよう、どうしようこれって暗転中に、そしたらもうして取れってなって、私は一瞬でもう本当に5秒10秒の間にもガーって剥ぎ取って後ろに投げて、でも気持ちいい暗転、多分スタッフさんも異変を感じて長くしてくれてたんですよ。だからもう私は2曲目のそのニューロマンティックセイラーズが始まってから、今自分の頭がどうなってるかっていうのがもう気がかりでしょうがなくって、もう引っ張ったからもう取れちゃってんじゃないかな頭とか思ったんだけど、意外と綺麗に取れててよかったです。しかもなんか中には気づいてない方とかもいたみたいで、ツイッター見たら、相田さんなんか衣装替えした、気合入ってるみたいなこと書いてて、ちげえよみたいな、な、勝手に独断で撮んないよみたいな、なんならあの衣装って2曲目の衣装だからね、なのに1曲目でさ撮っちゃってさ、結構悲しかった。うん、でもなんとかやりきりました。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて、ラジオネームアダムさんからです。リキャコさんこんばんは。ユニット甲子園両日参加しました。いろんなユニットの楽曲を感じて、ついに登場したギルティーキス。ストロベリートラッパーのイントロとともに叫んだリキャコさんの We are guilty kiss が最高に痺れて、思わず自分も叫んじゃうくらいに盛り上がりました。ギルティーキスといえばやっぱりこの曲です。今回のユニット甲子園を通してまた聴くことができたのが本当に嬉しかったです。いつになるのかわかりませんが、またギルティーキスに会える時を心から楽しみにしていますとのことです。ありがとうございます。やっぱりギルティーキスといえばこのね、ストロベリートラッパー、やっぱファーストシングルでもありますので、割となんかこうギルキスの代名詞と言いますか、そんな存在の楽曲家だなって思います。もう本当に歌い続けて8年ぐらい経ちますけど、でもやっぱりいつ披露しても本当に盛り上がってくれるし、改めて本当にいい曲で、ギルキスに欠かせない存在だなって思いました。ありがとうございます。で続いて、ラジオネーム海猫さんからです。相田さんこんばんは。ユニット甲子園両日参加しました。ギルティーキスでは3人の熱いパフォーマンスで会場の熱気を頂点まで持っていきましたね。強豪ユニットとして名高いギルキスの誇りと意地を見せつけられました。ここで一点お聞きしたいことがあるのですが、デイワンのストロベリートラッパーの終盤、激しいダンスで衣装の頭、また言われてる、頭部分の装飾が取れて外れてしまい、そのまま次のニューロマンティックセイラーズに入ったように見えました。その時心の中ではやばいと思ったりしたのか、冷静だったのか、裏話があればぜひ お伺いしたいです。さっきも話しましたけど、いや死ぬほど焦った。ライブ中のそのなんだ、こんなハプニング意外とないのよね。死ぬほど焦ったけど、でも配信のアーカイブ見たら、でも満面の笑顔で頑張ってて自分偉いなって思いました。死ぬほど内心もう汗だらでした。はい、改めまして皆さん、ぜひアーカイブとかあったら見てみてください。そうですね、デイワンはギルキスはシークレットもコラボ、私はね、シークレットもコラボもなかったので、割とゆったりみんなの出番を見たりとかしてましたね。本当にこんなにね、全ユニット揃う
ライブなかなかないので、私もこう自分の出番が終わった後はなんかこう一ファンとしていろんなユニットを見させていただいて楽しんでました。はい、ということで後半でもお便りたくさん紹介していきますのでお楽しみに。それではここで一曲お届けいたしましょう。ギルティーキスでニューロマンティックセイラーズ。引き続き皆さんから届いたメールをご紹介しましょう。ラジオネーム温泉あじたまさんからです。相田さん、ユニット甲子園お疲れ様でした。私はデイ2に現地参加し、今回初めてユニットのパフォーマンスを見ました。最推しのギルティーキスの大好きな衣装とバチバチにかっこいいパフォーマンス、まさか生で見られる日が来るとは思っていなかったセイントアクアスノー、そしてコラボステージのノンフィクションでの相田さんのセクシーなパフォーマンス、すべてが最高の時間でした。ノンフィクションにホワイトアイランドの衣装はぴったりでしたね。セイントアクアスノーやコラボ楽曲のリハーサルはどんな感じでしたか？とのことです。そうですね、デイ2の方が結構モリモリ盛りだくさんでしたね。うんうん、そうですね、リハーサルは別にそんないつも通りだし、基本みんなその事前に昔の動画を見て振り起こしをしていくので、あとノンフィクションの方も先生が改めて分かりやすく踊ってくださった動画をいただいて、お家で基本振りを入れていってみんなと合わせたって感じですかね。いや本当に1日目と比べて結構2日目の方がそうですね、たくさん出番あったっていうかバタバタした気がしますね。ありがとうございます。ラジオネームゆかりさんからです。りかこちゃんこんばんは。3月9日10日に K アリーナ横浜で開催されたラブライブシリーズプレゼンツユニット甲子園2024お疲れ様でした。各シリーズのユニットが集結した夢のようなライブで、休む暇すら与えないノンストップで繰り広げられる熱い戦いに終始興奮しっぱなしでした。特にグッときたのが約5年半ぶりに披露されたセイントアクアスノーのアウェイクンザパワーです。7回の裏、浦の星女学院、函館聖戦女子高等学院と場内アナウンスされた瞬間、大歓声に包まれ、さらにボルテージが上がる会場に、みんなこの瞬間を待っていたんだと胸が熱くなりました。私もずっとずっとセイントスノーに会いたかったです。セイントアクアスノー、声を枯らすくらい大声でするハイハイハイのコールはすごく熱くて、みんなの本気をぶつけ合うあの空間に入れたことがとても幸せでした。アクアフォースライブの東京ドーム公演を経て、さらに成長しパワーアップして帰ってきたセイントアクアスノーが大好きです。いつかまたどこかで11人に会えますように。 PS アウェイクンザパワーの衣装も久しぶりに見れて嬉しかったです、とのことです。ありがとうございます。いや本当にすごいびっくりした、5年半ぶりぐらいなんですってね。裏で出番待ってる時に田野あさみさんとアイキャンとこう3人で待ってたんですけど、その裏の星女学院、函館聖戦女子高等学院っていうね、アナウンスが入った時にも会場がもうわーってなって、それをこう3人で一緒に聞いてて、なんかこう出る前にまた一つこう気持ちを高め合ったっていうか、本当に鳥肌立ちましたね。みんな待っててくれたんだなーっていう。なかなかやっぱり11人の曲なので、私たち9人でもできる曲じゃないし、すごくレアな楽曲だと思うので、今回はねセイントスノーの2人も出てくださってたんで、本当にここでやるしかないっていう感じで、よかった。もうね、なんか一瞬すぎて本当にこの曲の中の記憶があんまりないかも。本当に必死で、みんなもねめちゃくちゃ声出してくれてたね。それが嬉しい。やっぱりそう、ギルキスもね、ギルキスにしろさ、やっぱり最後にライブしたのって声出しがまだできない時だったから、そう、新曲のシューティングスターウォーリアーもね、声出しで披露したのが今回初めてだったから、そう、やっぱ改めて本当にね、こう皆さんの声出しがこう加わることによってやっぱり全然違うなって思いました。ありがとうございます。では続いて、ラジオネームパンコさんからです。相田さんこんばんは。
ユニット甲子園2024お疲れ様でした。自分は両日現地で参加させていただきました。シリーズの垣根を越えた夢のようなライブで、まさに本当の甲子園のようなオールスター感満載の素敵なイベントでした。ユニット甲子園で個人的に印象深かった曲は、 Day 2の相田さんが所属しているギルティーキスのシューティングスターウォーリアーです。この曲を初めて現地で聞いたのが2021年のギルキスのセカンドライブで、コロナ禍でまだ声出しができない状況でした。しかし今回は念願の声出しが OK、 サビの部分の Hey をみんなと言えたことがとても嬉しくて、一つ自分の夢が叶った瞬間でもありました。2日間本当に素敵なライブでした。またこのような企画があるときはぜひとも参加したいと思います。相田さんも2日間お疲れ様でしたとのことです。そうなんだよね、この楽曲も何気にまだ3年前ぐらいの、本当にコロナがちょっと緩和されたかなぐらいの時のライブでしか披露してなかったので、衣装もだからみんなの前で着るのは多分2回目とかなんですよね。だからね、またこうして披露できてよかったなっていう風に思います。なかなかやっぱユニット活動ってさ、もう一応曲も全部披露してるし、新曲ね、またやるとなるとさ、新曲出さなきゃとかね、いろいろあったり、やっぱりなかなかねユニットライブって難しいと思うので、そう、今回こういうユニット甲子園っていう機会があって、またギルキスできて本当に良かったなって思います。しかもやっぱりその自分たちアクアだけのライブじゃないし、他のユニットの子たちもいるから、よりなんかこう気が引き締まるというか、もっと頑張んなきゃっていう気持ちになったし、またちょっと一味違ったギルティーキスのパフォーマンスだったんじゃないかなというふうに思います。では続いて、ラジオネーム走れぼっこみさんからです。相田さん、3月9日10日に行われたユニット甲子園の出演お疲れ様でした。ギルティーキスでの出演をはじめとして、様々な相田さんのパフォーマンス堪能させていただきました。その中でも2日目の延長戦で相田さんがミステリアスユニットの一員として参加したノンフィクションがとても印象に残っています。自分にとってノンフィクションはリエラの曲の中で5本の指に入るほど好きな曲で、まさかその曲がユニット甲子園で、しかもシリーズの垣根を越え、しかもアクアからは相田さんが参加するとは夢にも思いませんでした。その衝撃もさることながら、相田さんの歌った部分はギルティーキスにいる時のリコちゃんを彷彿させ、まさにミステリアスだと感じました。このノンフィクションをミステリアスユニットとして参加した時のお気持ちや裏話があればぜひ聞いてみたいです。それでは失礼いたしますとのことです。いや、そう、最初に聞いた時、私もノンフィクションってこの曲すごく大好きだったので、もともとめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。アニメでのさ、5人のダンスのフォーメーションね、今はもう11人で披露されてるんですけどね、5人のアニメのフォーメーションもめちゃくちゃかっこよくて、最初これをリコちゃんとしてできるっていうのすごいめっちゃ嬉しかったです。でもリコちゃんっていつからミステリアスになったんだろうって思ったんですけど、そう、でもなんか本当にリコちゃんにも雰囲気がこう合っている楽曲で、めちゃくちゃ嬉しかったです。またなんだろうな、このね、スミレちゃんセンターってやっぱ特別じゃないですか、この楽曲だから。そう、そんなスミレちゃんと一緒に披露できて本当に嬉しくて、しかもスミレちゃんってこうティアラをつけてさ、この楽曲歌っていると思うんですけど、だからそのアニメの中でもこの楽曲の立ち位置って私も知っていたし、すごく大事な曲じゃないですか、やっぱりリエラちゃんにとって。で、そう、だから私もちゃんとそのストーリーとかも理解した上でパフォーマンスしたかったし、その衣装もね、どうしようかなって思った時に、ああ私も一着だけティアラの衣装あるなって思って、でどうしようって、でも私アクアで部外者なのにティアラつけていいのかなっていうね、でもこう曲の雰囲気に寄り添いたいっていう気持ちもあったから、どうしようってこうね、スタッフさんとかと衣装さんと話したりとかしてて、やっぱりファンの人に怒られるかなって、お前がティアラつけんなよとか言われるかなとか、こうね、いろいろあったんですよ。でもリハの時にペイちゃんにね、ちょっと衣装悩んでるんだけど、
こういう衣装があってね、私もティアラを揃いでつけてもいい？嫌じゃない？って聞いたんですよ。そしたら、嫌じゃないです。嫌じゃないですって言ってくれちゃう。いや、そうだよね。そりゃ嫌ですなんて言う。もう本当にいい子だからさ、めちゃくちゃ礼儀正しくて優しくて本当にいい子だから、いや、お揃い嬉しいですって言ってくれたの。そう、だからね、ちょっとじゃあつけさせてもらうねって言って、私も、お揃いのティアラ、お揃いじゃないんだけど、私もティアラをつけさせてもらって、でも、そしたら、ファンの皆さんも結構喜んでくれてたみたいで、すごい嬉しかったです。いや、本当に、いい思い出です。この楽曲をみんなで披露できたのも。そう、終わった後にみんなと LINE 交換して、そう、グループをね、作ったりとかもして、なんかまたより一層みんなと仲良くなれた気がします。ありがとうございます。では続いて、ラジオネーム、チャネコさん。チャネコさんかな？ありがとうございます。アイドさんこんばんは。ユニット甲子園お疲れ様でした。私は2日目に参戦しました。一日目のセトリを見て、ギルキスのニューロマンティックセイラーズ聞きたかったとなりましたが、二日目でシューティングスターウォーリアーを着て入場して、しようとしている相田さんを見て、涙。またこの衣装が見れるだなんて嬉しすぎました。ギルキスのセトリは二日目もさらに盛り上がっていましたね。相田さんのノンフィクションも最高でした。セトリのお話や組み合わせ抽選会の裏話など聞けたら嬉しいです。PS、壊れやすきの時にアリーナを巡回しているスタッフさんがリズム刻みながら歩いていたのを見て思わず乗ってしまう楽曲なんだなと改めて実感しましたとのことです。そうですね、セトリはやっぱりギルキスとしてライブできる機会なかなかないので、みんなが納得できて、その3人がそう納得できて好きな曲をできたらいいねっていう話で決めたんですけど、やっぱりもう1曲たりともなんだろう、まあ悪い言い方じゃないんだけど、なんかこう、全部を手を抜きたくないなっていうのがあって、もう、全部の曲で、こう、お客さん見ている人をこう、ふんってできるような曲がいいなっていうことで、多分全部表題曲かな？今回2日間披露した曲は。なので、もう、そうですね、もう出し切ろうっていう気持ちで、この楽曲にね、させていただきました。いやー本当に一曲一曲の重みをね感じながら披露させていただきました。そう、毎回毎回ね、本当に次いつ披露できるかわかんないし、もうこれが最後になってもいいようにっていうぐらいのね気持ちで今回はぶつかっていったので、いやーいい思い出ですよ。そうですね、ふんふんふん、壊れやすきね、巡回してるスタッフさんがそうなんだ。壊れやすき、そんななんか刻むような曲だっけ。壊れやすき、どういうこと、どこの部分だろう。いや嬉しいね、でも本当にかっこいいよね。この楽曲ももう7年ぐらい、うん、セカンドシングルなので結構長く歌っている楽曲なんですけれども、今回の壊れやすきもまたなんか新鮮というか、私たちが成長したのか曲も一緒に成長したのかわかんないけど、すごく胸に響く壊れやすきだったなと個人的に思いながら歌ってました。いや本当にね、どの楽曲どのユニットも本当に素敵で、特に2日目はリエラちゃんのキャッチュっていうね、伊達さゆりちゃんがいるユニット、伊達さゆりちゃんとヤブちゃんとペイちゃんがいるユニットの後に出たんですけど、本当に本気でめちゃくちゃぶつかっていってたので、3人がちょっと私たちも本当にちょっと負けないように頑張ろうねっていうね風にしてパフォーマンスさせていただきました。改めまして皆さん、ユニット甲子園2日間楽しんでいただきましてありがとうございました。はい、ということで皆さん、たくさんのメールありがとうございました。これからもお待ちしております。それではここで一曲お聴きいただきましょう。ギルティーキスで壊れやすき。
がラジオエンディングのお時間です。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。宛先はりかこアットマーク joqr.net rikako@joqr.net です。番組の感想や各コーナーへの投稿をお待ちしております。そして番組公式 X も稼働中ですので、ぜひフォローしてください。また推奨ハッシュタグはカタカナでラララジオです。ぜひつけてポストしてください。そしてここで私からのお知らせです。3月25日にセカンド写真集日々を発売いたします。リリースイベントなどもありますので、詳しくは公式サイトを確認してください。続いて番組からのお知らせです。番組の新グッズが A&G ショップにて発売中です。ぜひチェックしてみてください。それではこの時間のお相手は相田理香子でした。本日は反省会はございません。それでは皆さん、ララバー。